彦坂直義です。雨の栗林公園です。雨が、大した雨じゃないですけども、そこそこ降ってまして、この雨の水こう流れ込んでて、池があります。こういう石が、綺麗な石ですけど、こういう飛び石があって、池があって、島があって、これ随分泳いでいますけども、上にはですね、斜景というか山があって、今雨ですから、雲がというか霧がかかってて、でこうパーンしていくと、実は、こういう日本家屋が建ってるんですね。ここ今茶室になっているので覗いてみようと思っていますが、私は何度も来ているのでここでもお茶を飲んでるんですけども、一流建築ですね。でこういう、つまり日本人というのは6次元の自然の中にこういう一流の建築を作り、一流のお庭を作って、来たわけです。でこういうものが、これ大名庭園ですので、つまり一流が、大名の世界で、これが、支配してきたというか、一流が上部行動で支配してきたんですね。で今の日本というのは、実はこういう格式のある一流のものを、偉そうにしていると言って嫌だと。で等身大の、6次元のもの、6流のもの、野蛮ということなんですけども、野蛮で天然で自然ですね、そういうものが上部構造になってきていて、それが支配しようとするわけですね。で、それはそれで大衆社会なんだからいいんだろうっていうふうに思いますが、その結果として菅さんのような、政治家が出現して、でこういう人っていうのは実はその、いろんな問題を持ってくるわけですね。つまり簡単に言って、政治をやろうと思っても、6次元の野蛮でやれる政治というのは現在のような高度な文明社会、しかも、お隣の中国とかですね、北朝鮮とか非常に難しい問題を含んだ外交の切って張ったの世界を、天然の人っていうのはやりきれないわけですよね。その結果として日本社会がどんどん疲弊していくわけですけども、それはそれで運命ですから僕はいいと思いますけれども、ただ基本にあったのは日本の社会っていうのはこういう一流の世界、一流の建築物があって、でそれが日本を決して野蛮な国ではなくて一つの文明として築いてきたんだということを、思い出してもいいんではないかというふうに思います。